チプロフツは、ブルガリア北西部の町、及び、それを中心とした、基礎自治体、モンタナ州に属する。バルカン山脈の西部、オゴスタ川の岸に沿って広がる。セルビアとブルガリアとの国境に近い。2008年の時点で、チプロフツの町にはおよそ2000人の住民がある。また、自治体全域ではおよそ3900人の人口がある。 チプロフチ自治体には、チプロフツの町の他に9つの周辺の集落が含まれている。チプロフツは、中世後期に工業とタニ屋の拠点として築かれたものと考えられている。この地にやってきたドイツ人の功績採掘者たちによって、カトリックの信仰が持ち込まれ、町は文化的、経済的な拠点となるとともに、ブルガリアにおけるカトリックの拠点となり、 オスマン帝国統治時代の初期まで、ブルガリア北西部でその地位を保った。しかし、その繁栄は1688年の反オスマン帝国のチプロフツイ期によって終わりを迎えた。放棄が鎮圧されてからは、町の住民の一部は、ハプスブルク家の支配する地域へと逃れた。町を脱出できなかった者たちは、オスマン帝国によって殺害されるか奴隷化された。 30年間にわたって無人となった後、1720年代からは町には、聖京都のブルガリア人が居住を始めた。これに続いて、チプロフツの町は、ブルガリアの絨毯生産の拠点として発展することになった。この他の伝統的な産業には、畜産、農業、比較売買などがあった。今日、チプロフツ自治体では、人口減少に直面しており、 失業率も高い。しかし、この地のホタルイシの鉱脈の大規模な掘削に対して投資され、また、観光産業によって、町の経済が維持されている。音声学者のイヴァン・ドゥリダノフによれば、チプロフチの現初の故障は、キプロ別であったと言われている。現在の故障である、チプロフチは、音声のセニー、そして、ご中音消失によって、 キプロ別から変化したものと見られる。この古称は、スラブ語起源であるが、古代ギリシア語で庭園を意味する、カッパパイ、キポスからの借用語と考えられる。この単語はセルビア語にも借用されている。また、この地名をキプラあるいはキプロといった人名と関連づける研究もある。この他によく知られた仮説では、 ドゥリダノフによって否定されているものの、この町の故障を、ラテン語のキュプラムと結びつけるものがあり、銅の公脈や古代ローマ時代にこの地域にあった銅鉱山と関連づけている。町の名前が西洋の文献に初めて登場したのは、ラテン語で書かれた1565年のものであり、チップルーベッツと記されていた。類似する名称、チップロバッツ、チップルーバッツ、 チップレボトツィ、チップラバトツィ、キプロバッソ、チップルベシウム、キプロベッツ、キプロビトツィなどが16世紀から17世紀にかけての文献に見つかっている。セルビア・クロワチア語における設備語 AC の発音 A はブルガリア語標準型で同種の設備語の発音と異なっている。これはイリュリア語の影響であると説明されており、 セルビア・クロアチア語のダルマチア標準型は、フランシスコ会の聖職者らによって17世紀に、この町で用いられていた町は、伝統的にいくらかの外区に分けられてきた。その多くは、住民の職業や、社会的地位にちなんで命名されている。1888年、デ D ・マリノフは、スレブラルあるいはスリバーナ、クラクシースカ、パザースカ、タバッシカ、パートソル及び、 トラップという外区の名前を記録している。また、サクソンスカという地区が17世紀まで存在していたことも確認されている。この他によく用いられる地域故障には、ドルニークレとゴルニクレがあり、それぞれ町の中で川に近い川と山に近い川を表している。日本語においては、チプロブツやチプロブジといった表記も見られる。 チプロフチを貫いて流れるオゴスタ川。上流の風景、チプロフチはバルカン山脈西部の北の枝にあたる、チプロフチ山脈のふもとの小さな渓谷の中にある。チプロフチ山はブルガリアと隣接するセルビアの国境線となっている。チプロフチ山脈は 35km に及び 2000m 級の山々が連なる。チプロフチ山脈にはミジュル。 マルティノバチュカ、ゴリャマチュカ、コプレン、トリチュキ、ブラジャグラバといった峰が連なっている。オゴスタ川は、ドナウ川右ウ岸の支流であり、チプロフツ山脈を源流とし、北東に向かって、ドナウ平原を流れ、ブラザ州でドナウ川に合流する。町の、すぐ近く、北東方向にはまた別の山城かプラニナがあり、バルカン山脈の一部を成している。地域には、 金属や鉱物の豊富な鉱脈がある。チプロフチは、湿潤大陸性気候に属し、また、高山気候の影響もある。年間平均気温は、摂氏9.7度であり、月間の平均気温は1月でマイナス1度から0度、7月で20度である。年間平均降水量は7 7 6 8 1 6ト、mm、ルである。春は短くて、雨が多く。 夏は乾燥して暑い。冬になると、この地域は強い北東の風を受け、渓谷では上空に逆転層が形成される。自治体の域内を流れる大小合わせて三十八の河川のうち、最も主要なものは、オゴスタ川とプレバルスカ川である。マルティノボ近くには、ため池があり、また、ジェレズナには、水力発電所がある。自治体には、湧水はない。 チプロフチ自治体の域内には1250種の植物があり、ハーブや落葉樹類に富む。生えている木々の中には樹齢150年から300年ほどのものもある。自治体の面積は286.9平方キロメートルであり、うち50.51%にあたる144.9平方キロメートルは森林。 42.73%にあたる122.586平方キロメートルは、農地。5.71%にあたる16.4平方キロメートルは、市街地である。残りの1.05%は、水域面積、鉱山、インフラストラクチャーである。チプロフツの町は、チプロフツ自治体の中心であり、モンタナ州の西部に位置している。 自治体の面積は286.9平方キロメートルであり、モンタナ州の面積の7.89%を占め、ブルガリアの国土の0.26%に相当する。自治体の東にはモンタナ及びゲオルギ・ダミアノボ自治体がある。また、南でもゲオルギ・ダミアノボ自治体と接している。西では、ブラツァ州のチュプレネー自治体と接している。北には、 ビディン州のルジンジ事地帯と接している。チプロフ知自治体には、チプロフツの町の他に、以下の9個の村が含まれている。チプロフツの町は、ブルガリアの首都ソフィアから1 5 5トル離れて、おり、また、モンタナ州の州都モンタナからは3 5トル離れている。ベルコビツァからは4 4トル、ブルガリアとセルビアとの国境まで1 8トルで、ある。 最も近いセルビアの自治体はスルドゥリツァである。2005年7月31日の事件で、チプロフチ自治体の人口は4810人であった。うち2375は、チプロフチの町に住んでおり、男性が1167人、女性が1208人である。2008年6月には、その人口は2122人にまで減少した。 2005年の資料によると、チプロフツ自治体のうち、チプロフツ以外の村の中で最大のものは、プレバラデッソの人口は585人、最小のものはラブナで、人口は68人である。民族構成は単一的であり、自治体人口のうち99.21%に、当たる4722人は、ブルガリア人であった一方、0.79%に、 当たる38人は、ロマであった。ロマのうち3分の1は、マルティノボのブルザン地区に住んでおり、アセノブグラトから移住してきた。その他のロマは、チェリュストニツァに住み、ベルコビツァからの移住者たちである。1956年以来、自治体は高齢化社会と過疎に直面している。多くの人々がビディニア・ブラッツァ、ソフィアといった大きな町へと移住していった。 自治体における市街地と村部の人口比率はそれぞれ49.37%と50.63%であり、チプロフツの町の人口と自治体の域内にあるその他の村々の人口がほぼ等しいことを表している。2005年の時点で自治体の失業率は23.5%である。これは2007年における ブルガリアの平均失業率7.75%よりも、はるかに高い。15世紀のローマカトリック教会の聖母、マリア大聖堂の後父プロフチの周辺では、トラキア人や古代ローマの時代、地元の金属鉱脈が発掘された時から人が、居住していたことが知られている。歴史学者の V ベルコフによると、オゴスタ川渓谷には、紀元前千年期から、 トラキア人が居住していた。考古学的証拠により、この地域にはトラキア人の氏族トリバリカ、あるいは彼らと関連の深いトラキア人の氏族が住んでいたと考えられる。ローマ帝国は、紀元前29年に、今日のブルガリア北西部を征服し、トラヤヌスの時代にこの地域の同地を確立した。また、チプロフチ周辺には、 ローマ時代の要塞跡が残されている。その中の一つに、クラチクのラテン要塞があり、マルクス・アウレリウス・アントニヌスやコンモドゥスの統治時代の、年号の刻印されたコインが発掘された。金や銀、鉛、銅、鉄の鉱山は、ローマ人たちに富をもたらし、彼らは、精力的に、蛮族による侵入から町を守った。スラブ人やブルガール人は6世紀から7世紀に、 この地方に到来し、東ローマ帝国の領土であった地方に680年に第一次ブルガリア帝国を建国した。この地方は、間もなくブルガリア帝国の統治下となった。1018年から1185年までは再び、東ローマ帝国の支配下に置かれたが、その後は第二次ブルガリア帝国が建国され、 オスマン帝国によって征服される14世紀末から15世紀初頭の頃までブルガリア帝国が存続した。ドイツ人の近郊採掘者たちは地元ではサシと呼ばれ、いつ頃からこの地方にいたのかは定かではない。ある研究によれば、ドイツ人の採掘者たちはブルガリア帝国末期の14世紀中頃にチプロフチに来たと考えられている。また別の説によれば、 彼らが来たのは、オスマン帝国の統治下となってからであると考えられている。彼らの正確な人数とその起源についても諸説あるが、ドイツ人の採掘者たちは採掘の専門職として、中世では、バラキア、トランシルバニア、セルビアなどで幅広く、職を得ていた。チプロフチでは、彼らは50人ないし80人程度の採掘者が、 家族を伴って移住してきたものと考えられている。彼らは専門職として採用され、地元のブルガリア人と比べて特権を与えられていたと見られる。チプロフチの採掘者、技術者、監督として働き、彼らの採掘技術を地域に伝える役目を果たした。しかし、彼らは15世紀中頃にはほとんど地元のブルガリア人と同化していったことが、 この当時の住民登録の記録におけるドイツ人名にスラブ語の語尾をつけた名前から推測される。ドイツ人らの存在はこの町の外区の一つとして残され、17世紀でもその外区はサクソン人の名で呼ばれ、ローマカトリック教会の信仰が町では支配的であった。14世紀から15世紀にかけてのオスマン帝国によるブルガリア征服以降、 オスマン帝国は軍事的、商業的な理由からチプロフチの鉱山を重要視し、戦争によって中断されていた鉱山の改良を目指した。地元の鉱山採掘の改善は15世紀の末にまでには始められていたと考えられ、1479年に記されたボスニア、ヘルツェゴビナ及びその他の地方の鉱山に関する記録が対応されている。 チプロフチの町と周辺の村々は、ハスすなわち、オスマン家の私的な所有物として、行政的に編成された。この地域に対する特別な地位の付与によって、地元のキリスト教は法的な差別の対象とは、ならなかったものの、代わりに、スルタンに、定期的に銀を献上しなければならなかった。後に、幕府によって、この地方の領地は、 イスラム教宗教上の目的あるいは事前目的の財源とされた。チプロフチと周辺地域ではほとんどの住民はキリスト教徒であり、彼らは差別を受けることなく公共の場で宗教儀礼を行うことができる特権を与えられた。スルタンの代理人であったのはトルコ人たちであったが、町にはトルコ人の居住は認められず、 チプロフツのブルガリア人たちは高度な自治権を享受していた。彼らは地元のブルガリア人名詞の中から選ばれた評議会によって統治されていた。オスマン帝国以前のブルガリア帝国時代からのこの地方の行政区分がオスマン帝国統治下でもスラブ語でボイボディナと呼ばれている文献があることからこの区域内の全体が特権の対象とされていた可能性がある。 1520年の時点で、チプロフツは依然として、鉱山を中心とした採掘の町であった。この時代、チプロフツの鉱山には47,553アクチェの収入があった。これに比べて、マケドニアのクラトボでは10万アクチェ、ボスニアのスレブレニツァでは47万7,000アクチェの収入があった。1478年頃に、 カトリック教会の聖母マリア制度が建造されたことからもカトリック教徒の採掘者たちはオスマン帝国初期の頃までにはこの地方に移住していることは明らかである。しかし1520年代になってもチプロフツィは多くの人々を引きつけ移住者たちが流入しオスマン帝国の主要な鉱山の一つへと成長していった。1528年チプロフツィには 造幣所があり、銀貨を製造していた。1585年、採掘者たちは、夜間も働くことを強いられ、また税が引き上げられた。そのため、これに対する抗議と、人口流出の危機に直面することになった。この時、チプロフチの鉱山の収益は140万ワクチェに達し、帝国で最も重要な鉱山と、金属加工の地となった。 16世紀中頃、チプロフツは、ローマのカトリック教会の関係者らの関心を呼んだ。1565年、ローマカトリック教会のアンティバリッシュ教区のアンブロシウスは、教皇の代理人としてこの町を訪れた。1592年から1595年にかけて、ボスニアのクロアチア人聖職者ペタルソリナトと、フランシスコ会の集団が町に、 カトリック使節団を送った。1601年、ソリナトは、ローマ教皇のクレメンス発生によって、ローマカトリック教会のソフィアとプロブディフの主教に任命された。ソフィアには、カトリック人口は多くなく、少数のラグーサ共和国の承人のみに止まっていたため、ソリナトは、チプロフチに居住することを選んだ。チプロフチの発展は17世紀に最高潮に達した。 チプロフツは文化的、宗教的、商業的な拠点となっていた。この頃、町はブルガリアの花と呼ばれ、バルカン半島ではダルマチア地方以外で唯一、ルネサンスに加わったとする見解がある。地元の有力者たちは、ローマの、特にコレッジョ・クレメンティーノやローマ・ラ・サピエンツァ大学で教育を受けた。一般的に外国の金融からは、 地元出身者に置き換わり、1620年代には、ブルガリアのカトリック教徒らは、ローマ教皇の直下に置かれる独立した自治権を獲得した。ソリナトの後を継いだのは、ブルガリア人の主教、チプロフツのイリアマリノフであった。その後を継いだのも地元出身のペトル・ボグラン、バクシェフであった。バクシェフは、地元のカトリック教徒の共同体への支援と資金を求めて、 バラキア、ワルシャワ、ウィーン、ローマ、アンコーナを訪れた。町とその周辺地域は完全にカトリックではなく、住民の一部は聖教会に属していた。聖教会のチプロフチ修道院は現在でもこの地にある。鉱山の町から交易の拠点となったチプロフチの進化はラグーサ共和国の交易商人らの移住、地元の金属加工の質、 そして市民に対して与えられたオスマン帝国の支配を免れる特権よるところが大きい。17世紀中頃には銀の鉱脈が掘り尽くされたことにより、この地方の工業は加工へと転じていた。そのため、人々はより利益の大きい職を求めるようになった。1659年、プロバディアから来るラグーサ人たちは、チプロフツィを訪れるために、 それまでのソフィアからドゥブロブニクに至る経路を変更した。地元の住民らは、比較製品、絨毯、セミ、衣類、美しい金や、銀の宝物、金属製の道具、夜間などを生産、取引するようになった。はじめ、チプロフチの商人らは、ビリンやピロト、ソフィア、ブラッサなどを訪れた。しかし後には、イスタンブール、テッサロニキ、ブカレスト、オデッサ、 ブラショフ、シビウ、ベオグラード、ブダやペシュトニまで活動範囲を広げ、特にワラキアやトランシルバニアでは大きな存在感を示していた。彼らは、マテーバサラブの統治下で、トゥルゴビシュテやクンプルング、ルムニク・ブルチャなどに常駐の出先機関や企業を作った。国際交易は地元民の見識を広め、ヨーロッパ各地の最新技術や文化を地域にもたらした。 カトリックの修道院は、ペテル・ソリナートの統治下で建てられ、その学校は、地域の教育の拠点として機能した。チプロフツの修道院は、この時代のブルガリアで、最も権威のある学校の一つであった。学校は一部外国から資金を受け、言語、算術、論理学、哲学などの教育を提供していた。教えていた教師は、典型的には、 ローマのコレジジョクレメンティーノを卒業した者たちで、ラテン語やブルガリア語、イリューリア語で行われた。学校には、図書館もあり、ブルガリアで最も古いものの一つである。1630年代からは、ペタル・ボグダン・バークシェフやペトル・パルチェビチラ、チプロフィ出身の有力な作家や翻訳からによって、チプロフィ文学学校が設立され、 ブルガリアの歴史や宗教に関する本を出版した。チプロフチ近細工工房の製品。ナショナルヒストリカルミュージアム・オブ・ブルガリア・チプロフチが繁栄を謳歌するほどに、オスマン帝国とハプスブルク帝国による大トルコ戦争の影響を受けずにはいられなかった。チプロフチは、たびたび、トルコ人やタタール、マジャル人の反逆者による襲撃を受けた。 1630年代、ハン・オスマン帝国の放棄を組織する計画がチプロフツイの街で持ち上がり、ベネツィア共和国の表議インペタルパルチェビッチによる1650年の記録によると、長期にわたってハン・オスマン帝国の武装闘争を計画しており、パルチェビッチと親しい市民らが、ポーランドやオーストリアの王たちからの支援を模索していると述べられている。この時から、 チプロフツの人々は反乱を起こすのに最適な時期彼らがヨーロッパ諸国の支配者たちと協力し効果的な放棄を起こすことができる時が訪れるのを待ち続けた1683年9月12日オスマン帝国の軍は第二次委員包囲でヨーロッパ諸国の軍に敗れた1684年に頭オーストリアポーランドベネツィアは ハンオスマン同盟を締結した。この同盟には1686年にロシアも加わり、新生同盟が結成された。この時点で、チプロフツで、放棄の決断がなされる時が迫っているのは明らかだった。チプロフツの指導者らは、新生同盟によって、ベオグラードが1688年に陥落し、ヨーロッパ諸国の連合軍はソフィアに、 そしてオスマン帝国が支配するブルガリアに迫っていた。これによって、1688年の春、チプロフチの人々は武装放棄を起こした。反乱の規模は正確には知られていないが、エス・ダミアノフによると、放棄に加わったのは、範囲は、チプロフチのほか、周囲の村コピロフチ、クリスラ、ジェレズナのみであった。放棄の指導者らは、カトリック教徒であったが、 この他にも、聖教徒を主体とする数千人が、ブルガリア北西部の各地から放棄に参加した。放棄は、ハイスラー将軍の指揮する、ハプスブルク帝国の6つの連隊の支援を受け、クトロビツを一時的に占領するまでに至ったものの、オスマン帝国及び彼らと手を組む、ハンガリー人のテケリイムレによって、完全に粉砕された。10月18日から19日にかけて、 オスマン帝国は、チプロフツィを攻撃して制圧し、2000人以上を、逮捕した。地元住民3000人は、残っていた、反乱軍に守られ、ドナウ川へと脱出を試みた。彼らの多くは、ハプスブルク家の支配下の領地に移り住み、バナト地方に、新しい入植地を築いて定住した人々は、バナトブルガリア人として知られるようになる。また、 この他にもトランシルバニア地方のデバヤ・アルビンツ、ハンガリーのセンテンドレにも入植した。チプロフチの町は無人化し、焼き払われ、西ヨーロッパ諸国とのつながりは完全に断たれた。チプロフチの放棄から数十年が経過するまで、チプロフチとその周辺地域は無人のまま残された。1699年、オスマン帝国は、 ハンハプスブルクのハンガリー人1238人をこの地に入植させることを計画し、5年間の免税としたものの、このハンガリー人たちは1717 17年にルセニー移住し、2種に戦いに出てしまったため、チプロフチの最友人化は失敗に終わった。最終的に、この地方には1720年に聖京都のブルガリア人が入植した。 1737年から1738年にかけて、オスマン帝国のスルタンは、放棄に対して、恩赦を認め、1741年には、反乱者たちにチプロフチへの帰還と資産の返還を認めたものの、かつての反乱者たちの中でこの地に戻ったものは、カズトとして知られていない。1720年代から1730年代にかけて、チプロフチには、 人の住んでいる住居は12個しかなかった。1750年代になると、その数は150に増えた。チプロフチの聖教会の修道院は1703年に、ジフコという人物によって再建された。彼の教会でのナワゾティクスであった。採掘事業は、かつての放棄の時から止まったままで、国際交易も大きく。 損害を受けたものの、新しいチプロフツの人々は、牧畜、農業、比較売買、そして後には、絨毯生産を、町の産業としていた。旅行者のアミブウェは、チプロフツを1836年から1838年に、かけて訪れ、町の若い娘たちは、家々や路地で、絨毯折りに従事している。一ヶ月にわずか5フランの賃金か、 あるいはそれ以下であると述べている。1868年、チプロフツの年間の絨毯生産量は14000平方メートルに達した。1877年から1878年のロト戦争の後、ブルガリア北部の他の地方やソフィア周辺とともに、チプロフツは新しく解放されたブルガリア公国の領土となった。1896年、 チプロフツの女性1400人が、絨毯生産に従事していた。1920年、地元民たちは、絨毯生産者の共同組合、で工芸労働者を設立した。これは、同種の組織としては、ブルガリア発のものであった。1950年代、金の採掘が再行され、教育された、若い人々の流入によって一時的にチプロフツは、賑わいを見せた。 1968年9月12日、チプロフツィは公式に、ブルガリア議会によって町へと昇格された。ブルガリアの共産主義時代、チプロフツィの町では AK、AK-47 の断層を生産し、これに400人が従事していた。共産主義体制が崩壊し、民主化されてからは、資金不足によって、採掘事業は再び休止され、鉱山は閉鎖され、 外国の市場を失ったことによって、絨毯生産事業も低迷した。チプロフチの町は、人口減少に直面するようになった。チプロフチの自治体は、市長と副市長、議員らによって構成される。2007年以降、チプロフチ自治体の市長を務めるのは、ブルガリア農民国民同盟、スタンボリスキ派のザハリン・イバノフ・ザムフィロフであり、2007年の選挙では、 投票総数の62.67%に当たる1615票を獲得し37.33%に当たる962を獲得したブルガリア社会党のアントアネタ・トドロバ・コストバを破ったチプロフチ自治体の2つの村プレバラ及びジェレズナは、それぞれ独自の村長を選ぶことができる自治体の政治は情報サービスと金融 経済活動及び資産管理の部に分かれ、この他に専門化された予算計画及び分配と領域及び市街地計画と建設の部署がある。自治体には独自の裁判所や検察はなく、これらの業務はモンタナ州の裁判所や検察が担っている。地元の警察署はモンタナにある警察署の鑑賞下にある。首都地委員会はブルガリアの農林省の一部である。 首都地委員会は自治体の域内の土地と森林に関する業務を担っている。市社会サービスは資金援助を監督し、障害者への支援を行っている。チプロフツには一つの小学校、高等学校があり、いずれも1624年に設立された学校を外見なしている。二つの学校は自治体全域の教育を担っていた。 自治体の域内の6つの村にあった学校は閉鎖されている。1977年、高等学校には600人の生徒がいたものの、その生徒数は減少し、1989年には400人となっている。2008年の時点で、高等学校の生徒数は142人となっている。チプロフツの幼稚園は、かつて自治体に15あった幼稚園のうち、 最後の一つである。絨毯生産は町の主要産業として残っている。絨毯は伝統的なデザインでおられているが、客の注文に従ってデザインすることも増えている。3メートル4メートルの絨毯一つおるのに50日程度を要する。主に女性たちが絨毯生産に従事している。生産はべて手作業であり、材料は自然のものを使用している。 主な材料はウールであり、植物や鉱物の染料を使って染色されている。地元産の絨毯は、ロンドンやパリ、リエージュ、ブリュッセルの展示にて値が付けられる。自治体はまた観光産業の開発に投資し、多くの私有の家々が、個人経営のホテルやミニ宿となった。2004年、65人が観光産業に従事していた。 同じ年、町には2350人の観光客があり、うち254人は外国人であった。経済指標から見ると、自治体は平均を上回り、ブルガリアの264自治体の、うち域内総生産では113番目、人間開発指数では67番が目にある。2008年9月報じられたところによれば、チプロフチ付近にあるヨーロッパでは、 数少ないホタル石の鉱脈が、ブルガリアの会社に20年リースされ、開発されるとのことである。この会社はすでに1450万レフを投じており、15万トンの原石を採掘。これによって5万トンのホタル石を生産するとしている。2008年時点でこの会社は73人を雇用しており、その全員が、かつての閉鎖された鉱山の従業員である。同社は、 従業員数はやがて150人に達するだろうとしている。ブルガリア正教会のチプロフツ修道院地元のブルガリア人たちは民族的にトルラク人と呼ばれるグループに属している。その話し言葉はブルガリア語専維方言であるベログラト地区方言に含まれる。ほとんどの住民はブルガリア正教会に属している。自治体には登録された30の文化財。 および十二の封建された石の十字があり、内八つは、チプロフツの町にある。これらの十字は、ブルガリア北西部に典型的なものであり、それぞれ聖人に捧げられたものである。これらは教会を示す役割と、宗教的な目的を兼ね備えている。これらの十字の多くはいつ作られたものか定かではない、ものの、例外的にテッサロニキの聖。 デメトリウスに捧げられたものは1755年、聖ペートルと聖パウェルに捧げられたものが1781年、神の母に捧げられたものが1874年であることがわかっている。チプロフツィア、周辺地域の特筆すべき文化的特徴として、セルビアのスラバと同種のスベテツと呼ばれる家族の守護聖人への数形がある。 この慣習は地域に遥か昔から根付いていたものであり、多数のろうそくから無作為に一本を引き抜くことで、家族の守護聖人を選んだものと考えられている。それぞれの家に関連するすべてつが決まっており、女性が嫁入りによってその家に来ると、その家の守護聖人を受け入れ、家の引っ越しや新築に際しては新しいすべてつが選ばれる。チプロフチには歴史博物館があり、 二つの古い建物を使って四つの展示を持っている。歴史博物館では古代から中世、17世紀の最盛期から現代に至るまでの人々の暮らしぶりや、チプロフツの人々による近在区や絨毯が展示されている。街にはハリストスのマステンを記憶する聖教会の聖堂があるほか、かつてのローマカトリック教会の聖母マリア聖堂の跡が保存されている。 チプロフチ修道院は町の外にあり、そこには古い聖教会の聖堂や別の修道院の跡も残されている。町には文化、公民館施設チタリシテがあり、また自治体に含まれる八つの村にも文書がある。チタリシテには青年舞踊団、民族音楽団、演劇団、民族儀式、習慣復元グループやその他の文化的グループが活動をしている。 チプロフツのチタリシテに属する9つの図書館には合計で65,975点の蔵書がある。ありがとうございます。